こんにちは、郡山市長の品川雅人です。今日は市長から市民の皆様へのメッセージを申し上げます。感染拡大地域への往来自粛などのお願いでございます。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染法第3条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第3条及び第4条に基づきまして、市民の皆様へお願い申し上げます。このお願いは、すでに4月1日に新型コロナウイルス感染症対策に関わる緊急要請が中核市長会から出されております。そして4月2日、全国知事会から新型コロナウイルス感染症に打ち勝つためにと全国知事会への宣言が出されております。それを受けての皆様へのお願いでございます。ご承知の通り、首都圏においては感染拡大の一途をたどっており、東京都では4月2日には新たにこれまで最多の97人の感染が確認され、都内の感染者の総数が684人となり、感染症数が急増しております。このような中、この数日の間、本県においても首都圏で感染したと思われる患者の発生が認められております。このことから、首都圏での感染拡大が落ち着くまでの当分の間、首都圏など感染拡大地域への普及の往来を控えていただきますようお願いいたします。また実家や近隣の高齢者や妊婦の方、基礎疾患をお持ちの方など、感染すると重篤な状態となる方々のことをよくお考えいただき、感染が拡大している地域からの普及の規制は控えていただきますようお願いいたします。さらに年度初めは進学、就職や転勤など若い世代を中心に人の往来が大変多い時期であります。クラスター、感染集団による感染拡大防止のため、密閉、密集、密接の3つの密が重なるような集まりは避けていただくとともに、感染症対策の基本であります石鹸等による手洗い、咳エチケットの励行を重ねてお願い申し上げます。万が一、発熱などの風邪症状がある場合は、人を感染させないよう外出を控えていただきますよう改めてお願いいたします。令和2年4月3日、郡山市長品川雅人、私からの切なるお願いであります。よろしくお願いいたします。